東海駅は、茨城県中郡東海村船石川駅西一丁目に、ある、東日本旅客鉄道常磐線の駅。常磐線の駅では唯一村に所在する駅である。事務官コードは42万1119。一部の特急列車が停車する。当駅は、前述でもあるように、常磐線の駅では唯一村に所在する駅であり、原子力関連施設と、村、 松山国蔵堂、南隣の沢駅とともに、笠松運動公園の最寄り駅である。また、東海駅という名称であるが、JR 東海管内ではなく、JR 東日本管内にある。二面三線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。西口、東口ともに、駅前にロータリーが整備されている。JR 東日本ステーションサービスが、 駅業務を受託する、業務委託駅。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。改札口の右側にコンビニエンスストアのヌーデーズがある。2007年5月1日のリニューアルオープンを機に、スイカ電子マネーが利用できるようになった。東海ステーションギャラリーが併設されている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は4021人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。東口へ通じる道路、駐車区出店、ありがとうございます。